あれ？あれ？あれ？あ、いけてんのか、これ。はうってます。むずいなぁ。すいません、ちょっとお待ちを。あ、大丈夫そうですね。あ、大丈夫そうですね。雑音なくなりました。あ、大丈夫そうですね。遅れ、雑音なくなりました。あ、遅れてんな。この雑音なんだろう。この雑音なんだろう。やばいな、これ。やばいな、これ。やばいな。
まびこみたいですよね。すいません。なんでだこれ。うるさいなぁ。ちょっとやばいですね。すいません。やっぱりスマホでやんないとダメかもしれない。あ、止まったっぽくないですか？あ、良さそうですね。止まったっぽくないですか？あ、よかったよかった。大丈夫ですかね？あ、良さそうですね。止まったっぽくないですか？あ、よかったよかった。大丈夫ですかね？あ、良さそうですね。止まったっぽくないですか？あ、よかったよかった。大丈夫ですかね？あ、良さそうですね。止まったっぽくないですか？あ、よかったよかった。大丈夫ですかね？あ、良さそうですね。止まったっぽくないですか？あ、よかったよかった。大丈夫ですかね？良さそうですね。止まったっぽくないですか？え、何これ？マジか。喋ると山彦受けますよね。すいません、ちょっと立て直しますね。何これ、マジか。喋ると山彦受けますよね。すいません、ちょっと立て直しますね。何これ、マジか。喋ると山彦受けますよね。すいません、ちょっと立て直しますね。何これ、マジか。喋ると山彦受けますよ。すいません、ちょっと立て直しますね。喋ると山彦受けます。ちょっと一回切ります。すいません。喋ると山彦受けます。ちょっと一回切ります。すいません。
あれ止まりました、もしや。大丈夫かな、これで大丈夫ですかね。いけてます？いけてるかな？あ、じゃあちょっと止まったっぽいんで、それでは皆さん、お疲れ様です。僕はちょっとレモンドを行かせてもらいます。あ。すいません、なんか、完全に、初めて、これね、パソコンの方でやってるんですよ。で、スマホの操作にやっぱ慣れてて、パソコンがちょっといまいちね、Mac だと配信がちょっと難しいっていう記事も見たんで、ちょっとね、チャレンジになってしまうんですけども、よろしくお願いします。オンライン飲み会2。すいません、なんか、2です。あ、アンさん、そう、アキラ。アキラなんですね、これ。これ、アキラですよ。これ、パルコミュージアムの、なんか、グッズだったやつですね。これ。グッズだったやつです。これ、なかなかよくできてますね。でもね、なんか、パルコがオープンしてから、割とすぐに頼んだんですけど、割とすぐ頼んだ割に、すっげえ時間かかりました。これなんか2ヶ月ぐらい届くのに時間がかかりました。このアキラティ。やばいっすよね。あ、翔太さんも今日レモン堂ですか？仲間ですね。これなんか美味しいっすよね。僕、お酒弱いですけど。こんな感じのやつは、ね、結構大丈夫ですね。で、前回の教訓を生かして、前回ね、やってみて分かったんですよ。おつまみ食べちゃダメだなっていうことに気がつきました。ここに来て。なんかね、おつまみ食べると、やっぱりね、喋れないですよね。やっぱり。うん。なので、ちょっと僕に関してはおつまみをね、食べずにこのまんま行きますんで、皆さんはもうね、何でももう、当たり目でも課金の種でももうバクつきながらぜひよろしくお願いします。あ、アーさん、乾杯。あ、乾杯。あ、そう。グッズにしてはすごくね、完成度高い。これね、左手のここの、この感じがね、すげえ完成度高いんですよ。この感じ。でね、で、まあ、ここにアキラって書いてありますよね。で、あ、バックプリントもこれ。こう、見えますかね？こんな。こんな感じなんですよ。これ、すごくね、嬉しかったですね。本当に。届いた時は、ちょっと2、3枚買っとけばよかったなって、ちょっと思いましたけど、まあ、とりあえず、
こんな感じで。あ、そう、アキラって言えば、なんか、あの、なんだっけな、ツイッターの方から連絡もらって、あの、僕をモチーフにした絵をね、描いてくれた方がいらっしゃったんですよ。で、あの、なんか、そう、モチーフにして絵を描きましたって言って、すごくね、謙遜されてて、全然上手じゃないんですけど、ということで、あの、ポンってこう画像が送られてきたんですけど、むちゃくちゃ完成度高くて、あの、片腕がこう、ボワーなってる感じ。で、こう、ヘルベシカのロゴがこう、ババ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 って、ちょっとなんか超能力でこう浮かしてるみたいなやつが、送っていただいて、ほんとめちゃくちゃ嬉しくて、こんな絵なんてね、描いてもらったことないですから、描いてもらったことはあるのかな、まあね、まあ今までの人生なんかあるのかもしれないですけどね。でも、あんな風に、あの完成度で描いてもらったことっていうのは僕は初めてだったんで、むちゃくちゃ感動して、ツイッターのアイコンもそれに、あの、ちゃんとね、あの、ご本人の許可を取って、ツイッターのアイコンもそれにさせてもらいましたし、あの、YouTube の、あの、この、アイコンもそれにさせてもらってます。あれもね、すげえ嬉しかったですね、本当に。なんか、髪型もね、こういう感じですよ。こういう感じ。あ、見えと。見えと。今日はありがとう。アダージョさん、そう、あのイラストすごくいいですよね。僕なんか絵描きましたって、ね、完全なイメージですよ。あの、絵を描いたよって言われた時って、なんとなくイメージするクオリティってあるじゃないですか。なんか似顔絵みたいなね。なんか、まあ、いやありがとうございます。ぐらいのテンションのものを想定してたんですけど、まさかあの完成度で来ると僕は思ってなかったんで、ちょっとあの、何度見かこうする感じだったっすよね。え、これみたいな感じの、本当にもうビビるような完成度だったっすよね。本当にあれすごいなと思いましたし、本当に嬉しかったです。なかなかね、こんなプレゼントというか、もらえることってないので、これもやっぱり、もうね、こういう、ちょっとね、今回も最初、むちゃくちゃハウリングがあって、これ、あとで多分アーカイブで見たら最初絶対にね、5分ぐらい飛ばした方がいいですけど、まあ、そんなね、こんなこう、放送事故みたいなのもありきで、まあ、毎日ですね、編集もそんなにこうやってない、僕のやつをこう見てくれてる方がいらっしゃるってことで、まあ、本当にね、続けていてよかったなというふうに思ってます。本当にあれ書いていただいた方ありがとうございます。本当にめちゃくちゃ嬉しかったです。もう今後あらゆる場であれをこうアイコンにしていきたいぐらいすごく気に入っていますね。ね、コッシーさん、そう、大友さん書いたみたいな感じだったっすよね。大友さん、大友さん何気じゃないですけど、本当にね、大友さんに書いてもらったみたいな感じで、ね、本人に依頼してなんて、なかなか、なんかあれらしいですけど、吉祥寺の飲み屋にいる説をちょっと聞いたことあるんですけど、なんか、ご本人結構吉祥寺で飲み歩いてるらしいっていうね、話を聞いたことあって、僕の友人の会社が吉祥寺にあるんで、ちょっと、ね、吉祥寺を飲み歩いて、いや、飲み歩くってほど僕は飲めないので、吉祥寺の飲み屋をちょっとこう、しらみつぶしに一軒一軒行ってみようかな、ぐらいのね、感じはちょっとありますよね。うん。飲めないけどね、なんかこう、とりあえずなんかウーロン茶と、わかんないですけど、なんだろう、タコワサとか、頼み続けて、こうなんかもうね、一晩でタコワサ業務用のやつを食べきるぐらいな感じで、行きたいなと思いましたね。で、ちょっと、予告っていうか、まあ、これをやる前に、なんて言うんでしょう。まあ、ちょっと喋ることっていうのを、なんとなくこう、なんて言うんですかね。YouTube の Twitter みたいなところにちょっと書いて、おすすめの靴みたいなものも言うよっていうことを、なんかね、ちらっと言ったんですけど、僕これね、自分が注文するまで言うのやめようと思ってたんですよね。なくなっちゃ嫌だしっていうことで言ってなかったんですけど、ちゃんと見事ね、注文通ったんで言います。まあでも、後でちょっと YouTube のネタにしたいんですけど、まあ、このね、YouTube ライブ、オンライン飲み会ですね、今んとこ見ていただいてる方めちゃくちゃ、12名様なんで、全然ね、まあ、言ってもいいかなっていう感じで、あれです。他です。他の、ハイキングサンダルみたいなやつがあるんですよ。ホパラっていうモデルなんですけど、ホパラってね、
なんか他のほなのかなっていう感じなんですけど、なんかね、あれがすごく良かったんで、結構狙っててですね。で、他って何気にアメリカとかで買うより日本で買うと 20% 分ぐらいが 20-30% ぐらい高くなるんですよ。まあね、だから若干高くなるんですけど、すごく安くてですね。まあそれで、僕はそれを買って、今ね、ちょっと届くの待ちっていうか、あれ自体が4月1日リリースで、なんか今予約受付してる店舗がいくつかあるっていう感じなんですよ。で、そんな感じで、ホパラを購入したので、後でね、そのレビュー動画っていうのをしたいと思います。で、今、そうだ、お二人増えた、やった。あ、17名さんも見てくれてますね。すげえやば。でも、これってね、人によっては少ないと感じるじゃないですか。17名ってね、すごく、なんだろう、すごく人気っていうか、めちゃめちゃバズってる人にしてみれば、17名ってすごく少ないと思うんですけど、僕としてはもうこれ、大勢ですからね。大勢です。17名様。だって、17人、ん?僕含めたら18人か。18人で飲み会って結構大規模でしょ。これってね、僕すごい嬉しいし、なんか、そんなに知らない人と、ね、何万人という知らない人とこう話して、まあ知らないっつったらあれなんですけど、なんかそんなにこうね、マニアックな話が通じない、その表層的な方々がもう何万人といるより、ね、僕が第2話の話15分しても、ついてきていただける方々が17名って、まあむちゃくちゃ価値があることですから、本当に僕はね、幸せ者です。本当に幸せです。ありがとうございます。なんかこう、今、外出がね、特に東京都内は、外出んなって言われてるわけですよ。だからやっぱりね、外出るのも辛いし、まあ、今日、連休?土日か。ん?今日って土曜ですよね。土曜ですよね。土曜日、日曜日ってみんなね、やっぱり外出かけたいでしょうし、まあ今ね、桜も咲いてるとこもあるしっていうことで、かなり外出たいのに自粛って言われちゃってるじゃないですか。で自粛って言われちゃってるし、なんかこんな時に夜、例えばですよ、例えば飲み行ってる写真とかをね、SNS とかにちょっと上げづらいし、上げてたらちょっとみたいな空気って出ちゃうじゃないですか。出ちゃうし、やっぱね、良くないと思うんですよ。だからオンラインで飲み会しましょうっていう風な僕なりのですね、提案ですし、あと、なんか、むちゃくちゃ有名な人も結構これやってますよね。なんかこれっていうか、その、なんだろう。渡辺直美さんがなんか私と一緒にご飯食べようって言って、なんかこうご飯食べてるね、動画かなんか上げてたと思うんですけど、あとは僕が敬愛するディラン・グレイが無観客ライブをね、今日行っていて、僕、このセッティングするまでね、ハウリング最初あんなにかましといて、あれでも僕頑張ってセッティングしたんですよ。で、まあ、あんな、ゴミみたいなセッティングを頑張りながら、ディラン・グレーの無観客ライブをこう、じーってこう見ててですね、もうほんとすごい。僕は中学生の頃からですね、ディラン・グレーが、中学生の時僕は、インディーズだったわけですね、彼らが。本当にそういう時から僕はインディーズバンド CD をね、買って、田舎ながらそういう CD をですね、輸入って言わないか。輸入、なんて言えばいいんだろう。通販か、普通に。通販で、東京の CD ショップ、すっげーマニアックな CD ショップからこう買ってですね、僕の地元のこう岩手県の方までこう取り寄せて、で、それをこう、もうガーッとこう聞いてましたね。音量はもうこういう、もうこういうね、ゲインこう上げまくる感じで聞いてましたから、それから無観客ライブをやって、もう本当にもう、目の前に観客がいないと本当にやりづらいと思うんですけど、もう本当すごいパフォーマンスでですね、僕もスーパーチャットで1000円ぐらいちゃんと払ってですね、ちゃんと見てきたっていうね、そういうやつですよ。皆さんも好きなアーティストとか、いると思うんですけど、今、そのアーティストの皆さんとかもライブを自粛しなきゃいけなかったりとか、あとは、なんでしょう。もうお店をやってる人も、特にこの週末は閉じなければいけなかったりとかっていうところの、その自粛ムードっていうか、もうやんないといけないみたいなところあると思うんですけど、やっぱり、その、例えば、そのアーティストだったら、まあ、すごく人気があればね、なんか、配信とかで、収益っていうのを見込めるアーティストも結構多いと思うんですけど、
そんなにこうすごいヒットチャートをこうバーって上ってくるアーティストじゃない方々とか、働きながらそういうアーティスト活動をやってらっしゃる方を応援している方々とかですね、ライブが結構命だったりするじゃないですか。でそういう時にそういう方々が何かこうアクションを起こした時、例えば今回はディラングレーめちゃめちゃ世界的に売れてるから、別にね、あの僕らがどうっていうのはねあれかもしれないんですけど、その応援してるアーティストがこういうあの無観客っていうのってやばいっすよ。だって会場借りんのいくらかかる、会場費とか、まあそのスタッフとかもそうですよね。であのいろいろ考えると本当にね損害っていうのはすごいと思うんですよ。それでもやるっていうのは本当にね、あの男気を感じるんで、もう見に行ったばりの金額を払ってる人もねやっぱいるんですよ。もう何千円分、多分ね海外から 何万とか多分入れてる人いるんですよね。まあ、これがやっぱ応援の方法だよなということで、まあ僕はね本当に一瞬しか見れなかったから、なんとなく1000円と思って1000円ピッてこうやったんですけど、やっぱあの感じね、これからやっぱりこう自粛しなきゃいけなかったりとか、まあそういう時にこうアーティストとか自分の応援しているところをなんとかこうあの応援する方法っていうのはいろいろあるのかなっていうふうにすごくさっき思いました。あ、FC ミラーさん、そう、他はね、サンダルもあります。あの、すごくね、あの、リカバリーサンダルとかすごくね、有名ですよね。リカバリーサンダル、僕、夏場ね、あの、あれで多分、夏場は僕、100回ぐらいコンビニ往復してますから、あれすごくね、あの、いいですし、海外行くときも、あの、夏場なんかはね、あの、よく持ってきますね。持ってくんですけど、ちょっとね、あの、ソールが厚いから、かさばるっていう、ちょっとそういう、あの、良くないところっていうのがね、ありますね。翔太さん、ホパラって靴とサンダルの中間みたいなやつですか？そう、そう、そう、そうなんですよ。靴とサンダルの間みたいなやつで、あの、クイックリリースっぽい感じの、こう、サロモンっぽい、あの、ドロゴードがついていて、あれね、なんかあの、履くソックスの色とかで遊んでもいいと思いましたし、まあ、素足でも靴下履いてても、結構ね、靴下履いてサンダルって形によっては僕結構、うん、って思ってるんで、あれはね、なんかあの、靴下ありきのサンダルの中で僕唯一いいっていうか、その、ありなのではって思った形だったっすね。本当に。うん、あれすごく良かった。TW さん、ホパラ見ました。お、ね、ホパラ見ました。あれ良くないっすか？あれかっこいいと思うんですよね。本当に。シビラさん、外出してないので物欲溜まりまくりです。ですよね。あの今ね、ちょっと外出できないし、もしチラッと出ててもしてないってちょっと言わないといけないムードみたいなね、そういうのはちょっと感じますし、やっぱね物欲溜まりまくりますよね。だから僕ももうなんかこうやってファーフェッチをねこうすごいスワイプしていましたし、やばいですよね。この一さん、ホパラのサイズどんな感じで選びましたか？これね、僕恥ずかしながら試着とかしてないんですよ。もう勘、野生の勘でこれはちょっともう頼んじゃいましたね。なんかなんだろう、まだ発売してないから、なんかね、あの実物はでももうあるのかな、でも海外だともう売ってるんですけど、日本国内は4月1日なんですよ。でサイズ感についてはもう勘で僕9買いました。大丈夫でしょっていう感じで、まあ、最悪サンダルなんで、あの、なんていうんですかね、別に脱げるってことはないかなと思って、もう本当にこれは僕の野生的な勘で9を購入しました。大半のアーティストの人からすると無観客は致命的ですよね。うん、いや本当その通りですよね。あの、そうですよ、大半のアーティスト、そのめちゃくちゃ有名なアーティストとかであれば、こういう YouTube で流すことによって、ちゃんとこういうスーパーチャットとかね、そういうものでこう収益っていうのは入ってきますけど、なかなかね、あの、それで収益を得られるアーティストっていうのは、本当に本当に一握りだと思うんですよね。だから、そうじゃないアーティストをもしも応援してる方がいらっしゃったらですね、どうにか、彼ら、彼女らの活動をどうにかこう助けられる方法とか、あの、いろいろこうね、考えて、やっぱファンであるね、僕らとか、まあそういう見る方々ですよね、が、なんとかこう、その人の活動が継続できるようにっていうふうに、こう支援したり支えたりっていうのは本当に必要なことだなと思いましたね。やっぱ、その、
大半のアーティストが大変っていうところなんですよ。超有名だと別に自分が支援しなくても誰かバーンって入れたりとかね、まあ、そういう考え方は良くないのかもしれないですけど、そうじゃない大半のアーティストとかそういう支えたいそのお店でもいいんですけど、そういうのにとっては一人一人の人ってめちゃくちゃ大事なんですよね。だからそういう人がいたら、もしいたらもうぜひこうバンとこう支えてほしいと、余裕がある方はぜひ支えてほしいと本当に思いますね。ホパラ、ハイテク特化したミオンみたいですよね。ミオンってなんだっけ、ミオンってなんだっけ。え、アサルさん、ミオンって何でしたっけ。ミオン、ティーンのやつですか。ミオン、なんだっけ、ミオン、ちょっと調べてみます。すいません。ミオン。ミオンってなんだ？ミオン。ああ、はい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 。そうですね。こんな感じ。あ、マイオンって読むんだ、これ。もうね、僕、ちょいちょいアルファベットの読み間違えるんで、なんかね、ね、キャブエンプト、ケーブエンプトってずっと言ってて、なんか結構ディスられるんですけど、マイオンっていうんだ。あ、そう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 、こんな感じですね。マイオン、そう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 、このマイオン、こういうマイオンですね。マイオン、こういうこっちなのか、こういうやつのハイテクバージョンみたいなやつがホパラですね。ホパラ、ちなみにホパラのホパラは、こういう、こっちか。こういう感じですね、ホパラ。これかっこよくないですか？これね、僕は、すごくヒットで、テックにもハマると思いましたし、程よく、いなたい雰囲気もありつつ、なんかね、こう、攻撃的な感じもあって、僕はすごく好きだったですね。うん。ホパラね、これかっこいいと思うんですよ。やばい、自分の見ながらじゃないと。マイオンですね。あ、へえ、キーン、あ、キーンではないのか、これ。マイオン、キーンの前のブランド。へえ、すいません、ちょっとそっちが詳しくなくて。確かにマイオン、すごく、そう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 、グルカサ、そうそうそう、翔太さん、グルカサンダルの最先端モデルみたいな感じなんですよね。確かに、グルカサンダルっぽい感じ。MS さん、買うか迷ってました。買うか迷ってました。あれね、ちなみに外国、アメリカとかで買うと120なんですよ。120ドルなんで、今、1ドルいくらだっけ？ちょっと上がりましたね。でも、まあ、だいたい12,000円か3,000円ぐらいなんですよ。で、国内で買うと、税込み16,500円ぐらいなんですよ。だからまあ、20% ちょっとぐらい、高くなっちゃってるんですけど、まあ、向こうで買って、なんかこう、輸入とかの送料とか考えると、まあ別に国内でいいかなっていう感じだったんですよね。ちなみに、トゥーウルトラローとか、トゥーウルトラハイとかは海外で絶対買った方がいいですよ。あれ結構国内と海外の価格差結構激しいので、ちょっとね、こっちだと他が高すぎるんですよね。ブーツ系特に。あとですね、今一生懸命ヘルベシカの、オンラインの方を整えていて、4月1日くらいから、オンラインのウェブ予約をスタートできるようにしたいと思います。そこからですね、オンライン予約の期間を、まあ、今のところ予定としては1週間、オンライン予約の期間ということで設けさせてもらって、それ以降は、発売後みたいな形になっていくかなと思います。で、オンラインの
オンライン予約の時の価格と発売日の時、あの発売以降の価格っていうのは結構ずれる可能性があるんで、まあ、あの今回のオンライン予約の1週間ぐらいの間が、あの最も、あの最もというか、その展示会来ていただいた方と、そのオンライン予約の時の値段が、あの買いやすい値段というふうになるように、あの頑張ってやってますんで、なんとかですね、あの、あれか、展示会とあの受注会いらっしゃれなかった方は、ぜひ、あのその4月1日以降の、オンラインの方、あのよろしくお願いします。で、あとは今、あの LINE アットの方も、あの登録を今ね、一生懸命やっていて、なんかいろいろこう、なんだろう、手続きがあるんで、あれなんですけど、今後その、ヘルベシカの情報とかは、YouTube ももちろんそうなんですけど、あの、LINE アットの方がね、なんかサクサクこう、あの、例えばこれを、リリースするよとかっていう、あの、お知らせになると思うんで、今後あの、LINE アットの方も、あの、概要欄のところに、こう、コンとこう乗っけてですね、そっちの方でこう、密に、あの、皆さんと、あの、連絡が取れるようにしたいと思いますんで、あの、ちょっと今準備中ですけども、準備が整い次第、その、概要欄のところにこうポコンとこ置きますんで、ぜひあのよろしくお願いします。アダージョさん、 T シャツ2枚目予約したいんですけど、受注会で頼んだものと同梱されますか？あ、なるほど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 。ですね。そうか、ですね。なるほど、なるほど、なるほど。同梱はもちろん可能です。で、今度ね、あの、予約販売っていう形にするんですけど、予約販売っていうのが今まで使ってたベースが確かできないんですよ。で、あの、違うサイトを用意していて、今。で、そちらで予約販売って形になるんですよ。で、そこで送料が、あの、あらかじめかかるようになっちゃってる設定なんですよね。そこで二重に取っちゃうことになっちゃうので、もちろん同梱は可能です。ちょっとね、あの、その辺、どうやって調整すればいいんだろう。ちょっとその、オンラインで、あの、調節できるか確認してみます。ちょっとね、一回設定すると多分それが自動的に送料が乗ってしまうと思うので、同梱はね、もちろん可能なんですけど、送料が2個こうかかっちゃう感じになるかも。ん？ 2 個？ ん？あ、でもあれですよね、もう頼んでくれてるんですよね。あ、頼んでくれてるんであれば、大丈夫です。あの、あ、すいません、すいません。ちょっと僕の理解力が足りなかったです。あの、頼んでいただいてて、で、大丈夫です。その送料だけで2枚同梱します。すいません。そう、同梱します。はい、大丈夫です。はい。受注会とオンライン予約の価格は同じということでしょうか。ほぼ同じなんですけど、若干見直してるものもあります。ちょっとコーチにやばそうだなと思ったものに関しては、でもほぼ同じです。うん。すいません。なんかちょっと僕の理解力が本当に足りなくて、アダジョさんちょっと、あの、ああ、どうしようって多分、鳴らせてしまいました。あの、最初にね、あの、受注いただいた時に、あの、全部僕が元払いの伝票を書いて、もらってるんですよ。で、その時に、あの、さっきね、勘違いして、送料もらってると勘違いしてて、あの、それ、元払いだから僕が払う方なんで、あの、送料は変わらず2枚同梱が可能です。すいません、何度も同じ話題でね、あの、他の皆さんちょっと、ガチつまらない話題だったと思うんですけど、すいません、あの、自分の勘違いです。富士富士さん、オンライン助かります。いや、こちらこそありがとうございます、本当に。あの、なんとかね、あの、
そのいろいろこう自分の仕様がややこしいせいでいろいろとこう大変なところはあるんですけど、何度かやっていきますんで。TTTN さん、受注会行けなかったのでオンライン楽しみにしております。もう本当ありがとうございます。本当にね、マジで嬉しいですね。うん、このオンラインに関しては今ね、一生懸命こう文章とかで記事はこういうのを使っていますよとか、まあこういうデザインの特徴がありますよとかですね、受注会と展示会の日にですね、僕も一生懸命説明させてもらったんですけど、なかなかこう全部ね落ち着いて説明できてない部分もあったと思いますんで、あと皆さんに同じだけの時間こう説明できたわけでもなかったかなとか、あまりこう話せずにこうね、さらっとこう帰られてしまった方もいらっしゃったんで、本当にね、僕の対応が至らないところが本当にあって、ちょっとね本当力不足を感じたところではあったんですけど、だからそれをこう補うようにしっかりこう文章で伝わるようにですね、一生懸命こう今ねスペックとかディテールとかについてなるべく伝わりやすい形で書いてますんで、ぜひ買った方も改め、あの時受注したよっていう方も改めてね、あ、こういうのあったのねっていう風な気づきがもしかしたらあるかもしれないので、そのオンラインアップを、ね、ちょっとお楽しみに、明日頑張りますんで、明日一生懸命こう打ちますんで、ぜひよろしくお願いします。MF さん、夏欲しいアイテムありますか？夏欲しいアイテム、ね、いっぱいありますね。夏はね、まあ今、サンダルは買ったんで、サンダルは OK でしょ。機能素材のショーツは、割と昨年買った、マウンテンリサーチのショーツが結構調子いいんですよ。だから、なんすかね、なんか、ヴィンテージの T シャツとか欲しいっすね。うん。なんか機能素材のものとかもいいんですけど、そうするとね、なんか機能素材のパンツ履いて、なんかこう、例えばなんだろうな、ウール、なんだっけ、メリノとかの T シャツとかでもいいんですけど、なんかこう、夏ってね、ちょっと派手な感じとか、ちょっとパンキッシュな感じとかやりたくなるんですよね。なので、ちょっとヴィンテージの T シャツが欲しいですね。なんかロック T のでかいやつとか欲しいですし、マトリックスの T シャツのでかいやつとか欲しいですね。マトリックスの T シャツって、もうかっこいいと思うんですよね。マトリックス。知ってます？マトリックスって。世代的にね、あんまり知らない方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないです。もうこれですよ、これ。そう。だからあれのなんかヴィンテージ T とかね、狙ってみようかなと思っていますね。ウルバリンの T シャツとかも何気欲しいですね。富士富士さん、ダイニーマ、一度使ってみたいんですよね。ダイニーマね、いいですよ。まあ、ダイニーマであればいいのかって話なんですけど、ダイニーマね、一度も使ったことがなければ、結構感動ポイントいくつもあると思います。例えば、そうですね、割と多いアイテムとしては、バッグですかね。うん。だから、僕が作ってるものに限らずですね、ダイニーマのバッグ、なんだっけな、ゼプテピ？ゼプタピ？ゼプテピ？僕、ちょっとまた、日本語の、読みを間違える可能性はあるんですけど、なんかゼプテピみたいなやつあるじゃないですか。あれは結構ね、安くて、ダイニーマ、シンプルにこう使ってるちっちゃいバッグとかあるんで、ああいうもので、体験版みたいな形で、あ、こんな軽いんだとか、っていう風な、体験をしてみるのもいいと思います。ゼプテピだったかな。うん。あとは、なんだっけな、アンドワンダーのリュックとか、アンドワンダーのなんかこうデカめの、なんていうのかな、なんかこう添えるトートみたいな形のやつがあって、あれ結構いいと思うんですよ。確かね、そんなに高くない。そんなに2万しないくらいとか2万くらいだったと思うんですよ。あれもね、なかなか、服装を選ぶ可能性あるんですけど、アンドワンダーのトートにこのショルダースリングがついてるようなやつがあるんですよ。あれもね、かっこいいと思うんで、まあそんな感じのものとか、バック系でまずは体感してみるのがいいかもしれないです。で、僕がやってるのが服の方だと、またこうちょっと印象違うかもしれないんで、まずね、ちっちゃいバッグとか使ってみると、わかりやすいのかなと思います。
オンラインの支払い方法はどんな感じでしょうか。ね、これについて僕もここ頑張ったんですよ。オンラインちゃんとクレジットカードも可能なので、各種クレジットカードか、あれなんだっけな、振り込みも対応してるのかな。でもカード使えるんで、あれですよ、例えば一括で払って後で自分で分割とかもできるんで、結構ね、いろいろ支払い方法は対応できてると思います。ちゃんとカードの審査通ったんで、うん、ね、これ通んないとやばいですよね。今注目しているショーツありますか。ショーツっすよね。ショーツ、何気に昔出てたアイテムを僕今探したりとかしてるんですよ。なんかプロパーでっていうか、その今新作として出てるものの方がやっぱりこう昨日最新の素材とかを使ってたりして面白いんですけど、何気こう僕昔の機能服みたいなの結構好きで、僕が作るそのジャケットも結構その90年代っぽい雰囲気で作ったりとかね、するんです、してるんですよ今回とかも。で、まあ、それで言うとジェネラルリサーチのショーツですね。あんまりこれね言いたくないんですけど、なんかこう、うん、ジェネラルリサーチのショーツはねすげえかっこいいですよ。前リサイクルショップでモーフィアスの T シャツ見せ、え、マジっすか、いいな。リサイクルショップってそういう奇跡的な出会いありますよね。僕もねタイ行った時にマリリン・マンソンのヴィンテージ T シャツ激安だったんですよ。もう買いましたよね。1500円ぐらいだったんですね。こっちで買ったら多分もう10倍以上すると思いますね。エドワード・クラッチリーのシルクシャツがバチバチバチボコにかっこいいですよ。バチボコにかっこいいですか。エドワード・クラッチリーってエドワード・クラッチリーなんだっけ、え、エドワード、あ、エドウィナ・ホールとかじゃないの。ちょっと僕知らないかもしれない。すいません。ちょっと無知で。エドワード・クラッチリーってシルクシャツがあるんですね。シルクね、かっこいいですよね。僕もちょっとね、シルク素材とか、そのカシミヤ混じりみたいなものの、ちょっとか、なんて言うんだろう、企画もすごくしてみたくて、カットソーみたいなののセットアップとか作りたいんですよね。カシミヤとかシルクを使ったもののラウンジウェアみたいな、上質なセットアップみたいなのも、本当はちょっとやりたくて、なんかそっち系のものもね、やっていきたいなと思います。コッシーさん、話戻してすみません。受注会の14回に聞きました乾きの歌は古着でしょうか。もしよろしければ教えていただきたいです。めちゃくちゃかっこよかったので参考にしたいです。あ、ありがとうございます。あれはですね、オーストリア軍のフィールドジャケットです。オーストリア軍ジャケットで探すと近い形が見つかると思います。あれかっこいいですよね。うん。富士さん。なるほど。ね、そう、なんだろう。ちっちゃいバッグから入るのが僕いいと思うんですよ。そう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 。ね、こういう時に自分が作ったものを進めろって話だと思うんですけどね、多分ね、ゼプテピとかゼプタピとかの方が安いと思うんで、なんかそっち系から入ってみると結構いいと思います。僕の作ってる服とかの、その、第二、ニットとか、ニットはちょっとやっぱ特殊ではあるんですけど、そういうシェルの雰囲気とか、シワ感こんなになるんだ、みたいなのがちょっとつかみやすいと思うんで、うん、そういうのいいと思います。マリリン・マンソンとか聞くんすか？いや、めっちゃ聞いてましたよ。高校生の時とか、めちゃくちゃマンソン聞いてました。マンソンとスリップノットとかめっちゃ聞いてましたね。マンソンに至っては僕2回ぐらいライブ行きましたからね。うん。あの人ね、すげえ真面目ですよ。超真面目なんですよ。どういう真面目さっていうとですね、一曲一曲演出を変えるんです。ちゃんと。ちゃんと竹馬乗るし。わかります？これ、マンソンがわかる人じゃないと、この竹馬にちゃんと乗るっていうのの価値がわかんないと思うんですけど、ちゃんと聖書燃やすし、あの人ね、めちゃくちゃ豆で真面目な人だと思いますよ。コメントとかは強烈ですよ。強烈ですけど、すっげえ、真面目っていうか、その、演出とかに関しては真摯な人だと思います。ビトンでやってて、今はディオールにも関わってます。エドワード・クラッチリー。あ、そうなんだ。へえ、なるほど、なるほど。すいません。ちょっと自分がそこのチェック不足で無知でした。良さそうですね。ちょっとハイブラっぽい感じのシルクシャツ。いいっすよね。エロい。
すごいエロいですよね。なんかシルクシャツって。エロいって言っちゃいけないのかな。コッシーさん、ありがとうございます。とんでもないです。あの、オーストリア軍のフィールドジャケットで探すと出てきます。で、あれは、あの、僕がジッパーをちょっとリメイクしてあったやつなんですよ。なので、ちょっとジップの雰囲気が違うかもしれないですけど、でも前の合わせ的にジッパーがあんまり見えない可能性があるんで、大体同じものが、あの、サイズ感さえ合えば見つかると思います。質問で JW アンダーソンとユニクロのアイテムについて質問している方がいましたが、ヨッシーさんはあまりだったようですね。そうですね。ジョナサン・ウィリアム・アンダーソンはやっぱりすごく、優れたデザイナーだと思うんですけど、僕はですよ。完全に僕はですけど、ユニクロと相性悪いなと、常々思っています。たまにいいアイテムとか、いいっていうか、たまに、まあ、使えそうなアイテムっていうのはあると思うんですけど、なんだろう、明らかにユニクロ U の方がよくできてるなっていうのは感じますね。その柄の使い方とか色味とかの問題ですかね。もうちょっと、なんだろう、海外寄りの色味みたいなので作った方が、なんかちゃんとこうパンと映える感じは僕はしますね。でも、まあそこは好みですよね。だから、ね。好みです。僕はあんま好きじゃないです。ノースフェイスのパーテックスマウンテンウィンドパーカーを買おうか迷っています。180cm57kg で XL は大きいですかね。身長の割にかなり細身でらっしゃるんで、ちょっと大きいかも。で、僕が、176cm の 65kg ぐらいなんですよ。僕の方が身長低くて体重が重いんですよ。なのでね、ちょっと参考に、ちょっと待ってくださいね。見えますかね。これ僕 L サイズなんですよ。 L サイズで こうした方がいい。 L サイズでこういう感じ。見えないな。こう袖はですね、このくらいになります。で、ジップを閉めると、こういう収まりですね。伝わるかな？よいしょ。このくらいの感じなんですよ。で、かなり痩せてらっしゃるスタイリッシュな方みたいなんで、多分 L でいいのではと思います。ただ着方によるんで、下になんか着込みたいんであれば XL でもいいのかなと思いますけど、多分 L ぐらいがちょうどいいんじゃないかなって思います。伝わりましたでしょうか。ネオさん、マンソンといえば、ザ・ビューティフル・ピープルの MV の印象が象徴的です。まあね、ビューティフル・ピープルはめちゃくちゃかっこいいですよね。最初のあのドラムですよね。あれね、ライブで聴いてもかなりかっこいいんですよ、ビューティフル・ピープル。やっぱね、ビューティフル・ピープルのイントロが流れるとみんな、おーってなりますよね。やっぱね。あれはやっぱ盛り上がりますよ。知ってんすね。確か、めちゃくちゃ若いはずなのに。でも、マンソンのビューティフルピープルってやっぱ有名なのか。有名か。有名ですね。でもすごいっすね。よくぞ、ご存知で。着用までしていただきてありがとうございました。とても参考になります。いや、とんでもないです。
こんな緩い放送を見ていただいてありがとうございます。本当に。皆さん、外、ちゃんと今日家いました？あの、ダメっすよ。外出ちゃ。一応ね、あの、大事な局面ですから、みんなでこうね、あの家にいてですね、服を掘りまくって、あの、行こうじゃないですかっていう感じで、結構いろんなショップとかも、あの、渋谷のパルコとか、ラフォーレもそうだったのかな？なんか、あの辺のファッションビルが、今日、明日は休みみたいですね。うん。やっぱり、ああいうところ、館自体が休むとなると、で、結構ね、今日も、あの、ファッションビル以外でも、あの、セレクトショップとかも結構休んでるところが多かったっすね。まあ、休んじゃうと経済回んないけど、でもそれ以上にこう人が集まるとやっぱり問題があるっていうことで、まあ今ちょっと耐え時なのかもしんないですね。ニューヨークとか、イタリアみたいな、本当に外出ちゃダメだよっていう感じにね、もしかしたらなっちゃうかもしんないですし、さっきね、総理も会見やってましたし、まあね、なるべく外出ないように。いや本当に僕もね、浮かれてニューヨーク行きましたけど、本当に1、2週間、なんだろう、遅れてたら、マジでね、戻ってこれなかったと思うんで、特に2週間遅れてたら、多分戻ってこれなかったっすよね。だからもう、戻ってこれなかったら、どうね、まあ多分向こうで仕事しようとするのかもしれないですけど、ね、ビザ的にも不可能なのかもしれない。でもなんかって、なんかしようとするんだと思いますね。もしくはね、野宿しながらチキンオーバーライスをね、かっくらうんだと思いますよ。コッシーさん、五肩中一肩シャツだけ追加で買うか迷っています。暑がりなので通気性とか知りたいです。あとオンラインまでにあと何回か来ていただけると助かります。なるほど。通気性は、しっかりあります。ちゃんとありますって、なんかどっかで聞きましたね。懐かしい。もう懐かしい。すいません。ちょっと一人で盛り上がっちゃいました。通気性はしっかりあります。どちらかというと、春夏仕様の素材で、厚みはしっかり、厚みというか、生地感はすごくね、割としっかりしてるんですけど、クーリングエフェクトっていう効果があるんですよ。で、クーリングエフェクトっていう効果があるんで、こう、中にこうね、入ってくるんですよ。で、あと何回か着ていただけると、じゃあもうちょっと、今、着ます。シャツでございます。これが画質が悪いですね。なんか僕いつもスマホのインカメで撮ってるんですけど、 PC ならね、 iMac ならいけるだろうと思ったんですけど、やっぱ元々のカメラのちょっと黒く潰れちゃっていますね。これは伝わりにくいですね。こう見えないか。一応着ています。まあ、こんな感じの。ロンティーの上からでも、まあ、着れるかなと思います。多分、体格近いです。コーチーさん、僕と。藤さん、パーテックスジャケットサイズがどこにもなくて、やっとこさ買えました。あれね、なんか、店舗は普通にあるんですよ。店舗にはね、普通にあるんですけど、オンラインなんかバカ売れしてますよね。あ、なんでだった？まあ、良かったってことなんですかね。でも、オンラインでいきなりパーンって買うようなもんでもないような、なんかパッと見いきなりいいっていうようなもんでもないような気がするんですけど、なんかね、売れてますよね。良かったですね。買えたんですね。村生さん、パーテックスジャケットどこも売り切れなんですけど、どこで買えそうですかね。ね、僕はあそこで買いました。ノースフェイスの、都内の方かな。都内の方であれば、ノースフェイスの、なんだっけ、原宿にノースフェイスが
群生してるところあるじゃないですか。群生と言わないですね。あの、ノースペースがいっぱいあるところあるじゃないですか。あそこのノースペース、なんだっけ、あの、パープルレーベルとか置いてあるところ、あの、ガチ山系じゃ、ノースペーススタンダードだ。スタンダード。スタンダードの店舗には置いてありました。うん。置いてありましたし、あとはね、パルコ。パルコのラボ、ノースフェイスラボにはありました。うん。そこの2箇所には一応置いてありましたよ。そういえば、昨日、アイターのライブ見てたら、ヨッシーさんがいてびっくりしました。おそう、見てました。ね、あれ、結構ね、僕、夜起きてたら、こう、アイタースループがいきなりこう、なんかイラストをね、イラスト、ドローイング。彼、あの、服作る前に大体なんか漫画絵みたいなの描くんですよ、ね。なんか大体こうポーズがちょっと人間の骨格を無視した感じの絵を描くんですけど、それがあのちょうどドローイングやってて、うおーと思って僕見てました。ね。なかなかこう本人が描いてるところって見れないと思うんで、彼のね、コレクション、すごい、楽しみですね。なんかこう、ちょっとだけ、写真か。絵ではないですよね。まあ、ちょっとだけリークが出てますけど、その彼の場合、まあ、価格が尋常、アクロニウムとかじゃ収まらないぐらい尋常じゃなくなる可能性があるっていうところが1点と、あとは、売り方ですよね。国内で、国内で、販売するかどうかもちょっと怪しいっていうのと、まあ、その販売方法とかですね。販売方法も普通に買えるよみたいな感じになんかならなそうな気がするっていうところが若干あれですけど、でもすごく良かったですね。東京23区で大雪の恐れ？明日雪らしいっすね。皆さん大丈夫、外出ないでください。出ないから大丈夫なはずです。雪らしいですね。うん。はじめまして、テックファッション初心者で、デサントのオルテラインが好きなのですが、ヨシーさんはオルテラインをお持ちですか？あ、オルテラインは、買ったことあるんですけど、手放しちゃって、今持ってないです。でも、すごくいいですよね。オルテライン、特に、やっぱ、まあ、すごく、マスなアイテムかもしれないですけど、水沢ダウンがね、すごくいいですよね。ここのネックの高さとか、やっぱりこう、ダウンジャケットって、こう、ちょっとモコモコしがちで、カジュアルな印象にすごくなりやすいものを、ボードのシルエットと、このネックラインの、綺麗さ。で、横向いた時の、ここの、こう、胸元の収まりとか、ああいうのってね、結構オルテライン独特ですよね。ノースはもうちょっとこうポコッとするものが多い中で、オルテラインってここの、なんて言ったらいいのかな。ここっすね。ここの、こう、なんて言うんだろう、シルエットはすごく綺麗なんですよ。だから、冬場、あれさえ着てれば、日本国内であれば、まず寒いってことはない。まあ、その、ね、豪雪地帯とか、まあ、その、住んでる場合はちょっとまた違うんですけど、日本国内だったら大体の場所で T シャツとあれで行けるっていうね、感じがあると思いますから、水沢ダウン。まあ、僕、地元に何度も言うようですけど、岩手県なんで、水沢とか聞くとちょっとグッと来るっていうのはありますよね。うん。なんか、住んでる時は知らなかったですけどね、正直。水沢ダウン。で、水沢ダウンって、いつからですかね、僕、むしろデサントで知ったぐらいの感じで、かなり無知なんですけど。ゆうたとこいさん。先ほどの質問に答えていただき、ありがとうございます。靴を真っ黒に染めたことってありますか？今持っているリアクトエレメント55を染めると思うんですけど、どうやってやればいいんでしょうか？靴ね、真っ黒染めたことありますよ。リアクトエレメント。リアクトな手放しちゃったからちょっと素材感がわかんないですけど、ちょっとなんかフィルムっぽい素材ですよね。ああいうフィルムっぽい素材って、なんだっけ、染料。僕が、コールドウォールのスニーカー染めた時に使った、樹脂系の素材ですね。樹脂系のものを染め、樹脂系染料で多分ググると出てくると思うんですけど、その素材、それを使えば、おそらく染まると思います。
通常のダイロンとかそういうものだと染まらないかなと。素材的にあのポリエステルとかそういうものってちょっと染まんないんですよ。だからその綿とかだとね、ダイロンとかでも染まるんですけど、樹脂系のものだったらいけると思います。だけどリアクトエレメント確か使ってるパーツが部分的に素材感違った気がするんですよね。そこに関しては若干の色ムラっていうのは出ると思うのと、真っ黒って多分難しいっす。黒ってね、一番難しいっすよ。真っ黒ってね、やろうと思ってもなかなかできないんで、真っ黒やめた方がいいと思います。村生さん、ありがとうございます。都内住みなので行ってみます。あ、ね、ぜひ行ってみてください。僕が行った時と状況が変わっていなければ、普通に在庫があると思いますんで、ぜひね、原宿の店舗は、スタンダードの方は2階です。2階にありました。2階に行ってパーテックスジャケットをくれって言ったら、あるかもしれないです。アンさん、雪でアクロニウムの撥水の実験してはいけませんよ。自宅自粛ですよ。いやー、そうですよね。雪だからって言って、やっぱりテンション上がって、外に出るようではやはりですね、大人としてやっぱ失格ですから、実験とはですね、決してやってはダメですね。たとえそれがゴアテックスとゴアテックスプロの比較とかね、どうしてもやりたくなってもですよ。どうしてもやりたくなっても、やっぱりですね、大人たるもの、一歩も外に出てはね、やっぱいけないわけですよ。自粛と言われていますから。でもね、人に言われたら自粛 G じゃないんじゃないかみたいな感じはちょっとしますけど、ちょ、やりたいな。プロ、ゴアテックスプロとゴアテックス比較してみたみたいなね。そしてブロックデックも比較してみたみたいなやりたいですけど、激しいバッシングには合いそう。でも一瞬外出て動画撮る、人と会わなければいいですよね。人と会わなければ、ちょっと待って。大丈夫なのかな？いや、でも、人と会わなきゃいいんですよね。だってウイルスって人が持ってるから、無人のところで一人でこう濡れてくればいいわけじゃないですか。雪が積もってるところでアクロニウムでわーってこうヘッドスライディングしてくればね。ヘッドスライディングしてる間誰が撮るんだって話になりますけど、でも、どうなのかな？ダメかな？え、ダメ？ダメなのかこれ。え、でもいいっすよね。ダメか。いや、大丈夫ですよね。あ、すいません。はい。コッシーさん、通気性の説明とシャツ着ていただいてありがとうございました。やっぱりいいですね。あ、ね、やっぱりそう、通気性はね、こう見えていいんですよ。その、黒で潰れてて本当に分かりにくくて申し訳ないんですけど、生地的には、通気性は、満点です。だけど、まあ、生地圧がある分、すごく薄い素材、めちゃくちゃ薄い素材と比べてどうだって言われると、やっぱめちゃくちゃ薄い素材の方が涼しいことは涼しいと思います。だけど、薄すぎると今度は汗でベタついたりとかするので、その気持ち悪さはこれに関してはないです。この中の気温を一定に保とうとするっていう機能があります。ありがとうございます。オルテライン以外だとゴールドウィンも今はあるなと最近は気になっています。あ、ね、ゴールドウィンいいですよね。ノースの無印バージョンみたいな形ですよね。ゴールドウィンの店舗、スタンダードの並びにゴールドウィンありますよね。あの辺ね、なんかノースペースが、計画的だったらしい。まあ当たり前ですよね。ぐらい大企業であれば。計画的にあの辺にバババババってこう出したみたいですから、あそこのゴールドウィンのオンリーショップっていうのはすごく面白いですよね。あと、ゴールドウィン、割と多く置いてある印象があるのは6ですかね。銀座6の店舗は、割とゴールドウィン置いてありますよね。なんかね、程よいですよね。なんかあんまり、こう、綺麗、ミニマル、なんていうんですかね、ノースペースってあのロゴがあるとあのロゴが好きな人ももちろんいるんですけど、かなりね有名すぎてアウトドア山っていうイメージがねどうしても強くなるじゃないですか。ノースペースいいですけどね。だからそれがないっていうだけでもすごくミニマルに見えるんですけど、例えばですけどベイランスとかもすごくかっこいいじゃないですか。でもベイランスのかっこよさってすごくミニマルでこう綺麗、シームレスみたいな。縫い目がないです。ポケットのこのラインもなくて、フラップだけ見えますみたいな。ああいうのもすごくかっこいいんですけど、まあ、そればかりだと、ミニマルすぎるというか、もうちょっとこう、なんて言うんでしょう、こう男っぽさが欲しいよねってなった時に、でもガチ群物もなーってなった時に、ゴールドウィンだと思うんですよ。で、あれっていうのは、ある程度男っぽいんですよ。
そしてある程度ミニマルなんですよ。だからそこのそのバランスがね結構よく取れてると思います。あの悪く言って、まあ、ネガティブな面を言うならば普通っていうところですよね。うん、翔太さん比較見たいな。見たいですよね。見たいし、やっぱりアクロニウムで男に生まれたからにはですね、一度ぐらいアクロニウムでヘッドスライディングはやっぱやりたいですし、その画像がブレてればブレてるほどその躍動感っていうのは伝わるんじゃないかなっていうふうにね、僕は思っていますね。うん。ゆうたさん、ありがとうございます。いえいえ、そうです。アンさん、買い物行くついででしたら大丈夫かもです。あ、そうですよね。そうそうそう。明確な理由があればいいんですよ。不要不急だとダメじゃないですか。だから、スペック調査をしたいから外出をしたい。これはね、大人として良くないですから、買い物に行くついで、そうですね。なんか足りない、そうですね。なんだろうな。カレーとか作りましょうかね。うん。カレーのためにやっぱりね、あの、何もなくてはやっぱね、僕もやっぱ作れませんから、材料がね、必要ですから、これはね、やっぱり外に出る必要っていうのがどうしてもあるわけですよ。外出ますね。うん。ネオさん、2メートル距離あれば大丈夫です。あ、ね、2メートルあれば大丈夫ですもんね。そう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 、2メートルぐらいだったら僕もね、やっぱ外にはやっぱ出たいですよね。シミラさん、ヨッシーさんが今までで一番買ったブランドは？一番買った、そうですね。なんだろう。完全に数で言えばユニクロなんですけど、あの。僕ね、これすっげえ、あの、なんて言うんだろう、誰得でもない、超どうでもいい情報をちょっとぶっ込んでいいですかね。僕、半年に一回下着全特価するんですよ。全部捨てて全部買うんですよ。それが全部ユニクロなんですよ。その時に一気に買うから、で、あの、なんかね、あの、そうしないと、なんかこう、買う時期をね、ダメになったら捨てるっていう感じだと、なんかこう、これはまだいけるけど、これはダメみたいなの出てくるじゃないですか。だから、全部のその劣化具合を一緒にしたくて、半年に一回全部買い替えるんですよ。その時に一番数買ってるのはユニクロですね。でも、そういうことじゃ、そういうことを聞いてるんじゃねえと思うんだと思うんですよね。ブランドでっていうことであれば、おそらく、ナンバーナインですかね。その過去、現在含めてだと。僕一時期マジで、もう金貯めてナンバーナイン、金貯めてナンバーナイン、お金を貯めてナンバーナインっていう時がやっぱありましたから、そう考えるとナンバーナインだったかなと思います。それ以外だと多分、ディオールオームとかですかね。あの時は、本当に僕ディオールオームが大好きで、エディスリマン、エディっ子だったんで、今より10キロ以上痩せてましたから、今ね、こんなこうね、こう丸い顔をしてましたけど、もうちょっとシャープだったわけですよ。で、その時はね、結構スキニーとか、バッキバキに履いてましたから、やっぱディオールオームもすごく買ってましたね。そういえば、おねおさん、そういえば、コロナの経済対策でようやく現金給付が検討されているようですね。うん、ようやくですね。ね。なんか、ね、和牛券とか、お魚ではどうですかとかね。っていう感じのがちょっとね、検討されてましたよね。あれ、ギャグだったんじゃないかなって僕はちょっと思ってるんですけど、だって、確かにね、あの、和牛業界が今、もともとあんまし売れてなくて、この不況でも、あの、もっと売れてないらしいんですよ。っていうのも、あの、なんて言うんでしょう。輸入のものよりもやっぱり高いから、一般的に、あの、毎日って考えたら、そんなに買う人が多くないと。その、多くないっていうパイが多くなればなるほど、その和牛業界の人たちっていうのは、あの、ピンチになっちゃう。で、まあ、日本のものだし、まあ、世界にもこう発信していきたいし、絶やすわけにはいかないとか、まあ、調子が悪い業界を救いたい。これはね、まだ理解はできるんですよ。でも、もともとあの業界って優遇されてるんですよ。税金の面とかで、あそこの業界ってね、本当に優遇されてる。まあ、あんまりこういう話、ね、こう、その、あれ良くないかもしれないですけど、まあ、でも、まあ、ちょっとやっぱり、僕ら的には納得がいかないじゃないですか。だって、
もらったところで、逆にですよ、僕らが税金払うときにもう肉叩きつけるぞって話なんです。税務署に向かって肉をこうパーンってこうね、やりたくなっちゃうじゃないですか。だけど、やっぱね、そういうバッシングっていうか、その、どうしてもやっぱ批判が多かったですし、僕何気に、自民党の方に、メールを送ったっていうか、その、お問い合わせフォームからちょっと意見をちゃんと、しっかりと送ったりとかしたんで、多分ね、まあそういう声もすごく多かったんだと思うんですよ。やっぱりちゃんと、みんながこう、困ってる人に、ちゃんと行き渡るようにしないとダメですから。だからその、ね、現金給付でやっぱ決まった検討、まあ今決まったというか検討中なんだと思うんですけど、まあ、個人的な意見ですけど、そのコロナによって損害をかぶった人に渡すっていう、その、これで困った人に、その給付するという意味で言えばですよ。意味で言えば、年金を受給している方と、国家公務員の方っていうのは、給料が何があっても変わらないわけですから、給料というか取り分っていうのがね。だから、これによってのダメージっていうのがないわけじゃないですか。なので、これによってダメージを被った他の人たちに渡すべきなんじゃないかなって、僕個人は思います。すみません。なんかね、あんまこういうの良くないのかもしれないです。ナンバーナイン、未だに大好きです。あ、僕も大好きです。かっこいいですよね。なんか、アイテムによって今も欲しいものとかね、ありますよね。僕トライバル柄のボンテージとかすごく好きで、特にボンテージアイテムとか本当に好きでですね、未だにちょこっと持ってるものもあります。あんまりこう、着ていないというか、着れていないですけれども、逆に、ブーツカットとかね、今いいのかもしれないですね。でも、デニムでブーツカットは僕らの世代が履くとちょっとね、危険なのでは。結構危険なのではってちょっとね、思ってるんで、ちょっとアイテムによるかもしれないですけど、今もやっぱナンバーナイン大好き。僕今も、スパイダージャケットはすごく好きなんで、今も。やっぱね、今でも着れるものとかを、なんか昔の今でも着れる過去の服とかを掘るの僕すごい好きなんで、そういう感じで、まあ、再解釈ですよね。学生の時にすごい好きだった服っていうものでもあるんですけど、やっぱり、まあ、自分がね、洋服にもうどっぷりハマるきっかけになったブランドですから、まあ、その辺も大好きですし、まあ、そういう意味で言うと、やっぱり宮下さん、ソロイストも、僕もしっかり見ていきたいなと思っています。お会いできたらね、すごく、嬉しいですよね、本当に。吉村さん、同じです。僕もナンバーナイン。やっぱね、世代とかもあると思うんですよね。こういうのって。逆に、今、二十歳、20代の子たちから見たナンバーナインと、30代の、僕らから見たナンバーナインで、あと、もっと上の世代から見たナンバーナインっていうのも、結構ね、皆さん、見方とかが結構違うと思うんですよ。その辺で言うと、同じ服なんだけど、見る人によって、こう、ちょっとやっぱり、こう、印象も違うし、多分選ぶアイテムも違うし、好きなシーズンも違うっていう意味で言うと、すごくね、やっぱ、面白いブランドだし、こんなに長く愛されて、今もね、こうして話題に出るってことは、やっぱね、作りすごかったんですよ。やっぱ、裏地までちゃんとこだわってるとか、まあ、ジッペもそうだし、その、ドイツの、生地メーカーとコラボとかね。なんか、イタリアの生地メーカーとコラボとか、そういうのもね、割と初期の頃からありましたし、あの辺の資金っていうのはね、ちょっとどこから出てるのかな、ね。まあまあまあ、あれなんですけど、まあでも、すごく、すごいブランドですから、本当に、アーカイブ探してね、本当に、見たいですね。アダージョさん、ナンバーナイン。中学生の時、お年玉使ってトライバルカムのパーカー買った思い出があります。いやー、ノスタルジック。ノスタルジックですね。やっぱね、トライバルカムね、かっこよかったっすよね。何色ですか？で、やっぱ僕は黒が好きなんですけど、トライバルカムね、確かナンバーナインがニューヨーク行った一発目のコレクション、あれ違ったっけ？ちょっとなんかうろ覚えになっちゃったな。なんか、でもニューヨークの方であれ結構受けてたっすよね。でも本当に、ああいう柄のカムフラージュってもともとあるんですよね。なんだっけ、ウッドランドカモみたいな色の、あの柄っていうのがあるんですよ。何群っていうのはちょっと思い出せないんですけど。アンさん、幼児、セールやってます。
マジ？え？幼児セールやってるんだ。なんか僕が言ったわけではないですよ。僕が言ったわけではないですけど、ツイッターで見かけたのは、今日ギャルソンは休みだったけど幼児はやっていたっていう話を聞きました。多分ギャルソン幼児って見たってことは、多分ね、青山のあの通りをこう歩いてたんだと思うんですけど、その方はなんか、そうか、幼児セールやってるのか。あの幼児だけじゃなくて、今いろんなサイトでやってますね。ファエッセンスとか、ファーフェッチとかもやってるし、あとはシークレット、まあ、本人がシークレットって言ってたから、お店の名前は明かせないんですけど、某有名セレクトショップも、あの、シークレットセールっていうのをやってたりとか、あの、店頭に来た人に、で、多分よく来る人には言うっていう感じなのか、よくわかんないんですけど、まあ、そういう、あの、秘密のセールがね、今行われてたりとか、するみたいなんで、まあ、今ちょっと週末は、あの、外出がちょっと禁止されてる、禁止っていうか、まあ自粛してねっていうふうに言われてるんで、まああとやってないショップが多いんで、ちょっとあれですけど、今、ね、あの、お買い物するにはもしかしたらいいタイミングなのかもしれないですよね。SC ミナさん、トライバル、まだ3着あります。え、やばい、やばいっすね。持ってるなー、持ってますね。いやー、いいな。僕あの、あれが欲しいっす。アウターの黒いトライバルカモの、この辺 N2B みたいな感じで、背中にこう、ジップがブワーあるやつがすげー欲しいっすね。あれかっこいいっすよね。TTTN さん。ナンバーナインの作りやばいですね。すごいコストかかってるそうです。いや、本当に、ねえ、コストかかってます。そして、まあ、いろいろ言うと、その、基本的な洋服の工賃っていうのが、今はすごく上がってるんですよ。で、さらにパーツの値段も上がってたりするので、同じ作りでやろうとすると、当時の値段では出せリリースが不可能ですね、今は。基本的に、あの、この前ね、こう洋服すごい好きな友人とも話してたんですけど、基本的に今洋服の値段っていうもの自体が上がってるんですよ。これね、本当にむちゃくちゃ上がってるんですよ。だってね、僕が、ラフとか買ってた時、ラフシモンズとか買ってた時、二十歳ぐらいですかね。その時は、パンツ5万ぐらいとかあったっすよ。うん。そんなもんだったっすよ。今ね、ラフ T シャツ5万しますから、あれ、しかも、あの T シャツでですよ。あの、あんなこう、なんかただバーンってでかくしたような、こう、スクエア型のなんかよくわかんないやつで5万、え、なんでこれ5万、まあね、ちょっとそうディスになっちゃうんですけど、まあ、これでかっていう、本当に洋服の値段が上がっちゃってますね。ナンバーナインの、あのすごくあのプレネもついたそのリメイクデニム、あのデストロイ、あのダメージ加工のリメイクデニムも確かね、定価はね37,800円とかその辺だったと思うんですよ。確かに、うん、定価はそこからプレネついてましたけど、今ねあの作りっていうか、ああいう加工して3万円台ではね絶対にリリースできないんですよね。まあ洋服の値段、基本の値段っていうのが上がっちゃってるんで、これは工賃が上がってるっていうことでもあったり、やっぱパーツの問題だったり、でも物価はね、そこまで変わってないと思うんで、まあ単純にそういうものの値段が上がってるっていうことなんだと思いますね。だから何十万とか今普通みたいな感じになっちゃってますもんね。ユーターさん、ナイキのエアストリークライトの黒、テックに合いますかね。最近ナイキチェックしてない。エアストリークライトってどんなんだろう。ストリークライトの黒。ちょっと待ってください。ちょっと調べますね。ナイキエアストリーク黒。皆さん知ってますか？ナイキ。エアストリーク。黒。ああ、これか。これ？あ、これ。へえ、なんか面白いっすね。え？速って書いてある。速いって書いてある。まあ、速そう。これですか？これ？速って書いてある、これですか。これ面白いですね。知らなかった。全然最近ナイキチェックしてなかったっす。セール価格になってますね。8591円。安っ！
安いですね。へぇ。あ、面白いですね、これ。買ってみようかな。パクったみたいですけど。でも、テックに合うんじゃないですか。でもなんかこう、漢字が書いてある中華系のテックウェアのブランドとかね、あるじゃないですか。あのムードは若干出ちゃうかもしれないなっていうのを感じますね。あとは、でも、配色的には合わせやすいと思うんですけど、割とソールが薄いのと、その、ボリューム感が全体的にちょっと少ないので、他の服とのバランスの取り方が、僕としては、もしかしたら難しいのかもってちょっと一瞬思っちゃいました。でも、靴としてかっこいいし、ぜひこれ履いてみたいですね。かっこいい。知らなかった。なんか教えてもらっちゃって。ナンバーナインの過去物探してみようかな。あ、うん、探してみて。探してみてください。あの、すごくね、面白いですよ。どういうのがいいか。テックっぽいのにはまりやすいのは、そうですね。トライバル系ですかね。トライバルと、あと、ボンテージのアイテムとかは、すごくはまりやすいと思いますよ。うん。ボンテージ、ナンバーナインボンテージとか、あとはナンバーナイン、トライバルとかですね。あとは、なんだろうな。あとナンバーナインで、割と、スタンダード機のアイテムとかね。あの辺のアイテムのサイズ4。4が、ナンバーナインの中で一番大きいサイズなんで、サイズ4のスタンダード機のやつとかは割と今でも取り入れやすいんじゃないかなと思います。やっぱりね。あの、スタンダードって言ってるぐらいなんで、割と、そういうアイテムがこう、多いっていうものなので、まあ、その辺に関しては合わせやすいのかなと思います。スタンダード機とか、あの、そんな感じでちょっと掘ってみるといいと思いますよ。吉宮さん、N2B はベージュの科もありますよ。え、マジっすか？いいなー、ベージュなー、ベージュもいいっすね。あっちの方が、ガチ群毛の雰囲気は出てるんですよね。うん。あれ、すごくかっこいいと思いますよ。あれと、もう、あれですね。サルエルとか合わせ、まあ、僕何でもサルエルを合わせたいっていう気持ちになっちゃうんですけど、なんか、でもなんかこう、そういうちょっとモードなものと合わせたくなります。あの、ナンバーナインのそういう、ベージュとか、あの、オリーブみたいな色を、もうただの群物みたいな感じで、あの、他のちょっとモードなアイテムとね、ちょっと合わせたいなと、思いますね。アンさん、ザ・ショップで3万以上買うと1万、え、そうなの？そんな引くの？え、3万で1万。へぇー。結構、引きますね。知らなかった。へぇー。アンさん、シークレットセールが行われたショップは、ヨッシーさんのよく行くお店ですか？うん。そうですね。ちょっとあの、お店の名誉にかけて、ちょっと店名は伏せますけれども、おそらく皆さんもご存知の、お店です、はい、ちょっとね、あのシークレットっていう風に彼が言ってたんで、ちょっとね、あんまりこう、言わないようにしますね。ゆうたさん、はい、そうです。面白いですよね。買おうと思います。メンバーでさらに 20% オフの。え、そうなの？へぇー。そうなんだ。メンバーですよ、僕。8000円からさらに 20%、6000円ぐらいですか？え、ちょっと面白いですね。買ってみようかな。へぇ、教えてもらっちゃって。ありがとうございます。こういう風にね、教えてもらうっていうのもすごくありがたいっすよね。結構ね、これちょっとなんか言うかちょっと迷ったんですけど、あの、こういう風に教えてもらったりとかすると、あ、じゃあこういうのも、とかってなんかね、こっちからも言いやすいじゃないですか。だけど、結構、その、インスタが多いっすけど、あの、質問多いんですよ、ね。これが、あの、例えばツイッターで僕が設置している質問箱とかだとちょっと答えるの面白かったりとかするのもあるし、まああの、なんだろう、まあ質問箱でもちょっとあれな時もあるんですけど、まあなんかね、結構あの、インスタで多いかなと思うんですけど、なんとか教えてくださいみたいなとか、結構そういうのってね、結構 DM 来る、もらうんですよ。で、それってね、なんだろう。何か教えてもらいたいときって、なんだろう。その、
基本的に相手から奪うことになるっていうか、その話、偏方性の法則みたいな話になっちゃうんですけど、なんかこう、与えてると、与えたくなるじゃないですか。だから、なんか例えばね、友達とかで、なんかこういうの教えてほしいって言われたら、あ、じゃあこういうのがあるよとか、なんかこう、こういう情報があるよみたいなのって言いますけど、それってこう、なんかこう、友達という関連性ありきだったりするわけじゃないですか。だから、なんかね、こう、一回二回ぐらいだったらなんかこう言ってもいいかなっていうのがあるんですけど、何回もこう教えてくださいが続くと、なんかもうギブギブ、ギブくんみたいな感じにこう感じてしまって、だから、なんかそんなに、なんかこう、なんつうんだろう。僕はすごく掘って調べた情報を、なんでただただ渡すの？いや、なんかないのみたいなね。なんかこう教えてほしいし、やっぱそういうのってありますよね。うん、なんか、そう、だからなんだろうな。だからそういう人ってあんまり教えたくなくなるっすよね。だからなんか、こういうふうに、すごく僕はエアストリークライトっていうのを知らなかったんで、こういうのってすごく教えてもらえると、ああ、すごい、ありがとうございますってこうなるじゃないですか。だからこういうのってすごく蓄積されるものだと思うんですよね。だからなんか関係性もない、ただただなんかこうね、しかも、なんだろう。なんつうんだろう。非公開アカウントとかで、こう、バンって質問来ても、誰って多分普通になっちゃうんですよ。僕の性格なのかな。でもなんか嫌じゃないですか。せめて、ね、なんか、どういう人かわかんないのに、なんか、持ってるのだけなんかギブ君みたいな感じになるのはちょっと違うなと僕は思っています。皆さん教えていただきありがとうございます。探してみます。ぜひ。探してみてください。アンさん、代官山のお店がある。いや、違います。違いますけど、これはちょっと本当に名誉のためにちょっと言えないです。ちょっとね、あんまりこう、ね、すごい気持ちはわかるんですけど、あんまりこう、ね、こう、なんつうの、ここかな、ここかなって言って、こう、ちょっと狭めていくのはちょっとやめてください。ちょっと、その、名誉のため。吉ミラーさん、僕だったら教えないかも、優しいです。いやいやいや、ね、そうなんですよ。そう、なんか、その、友達とかなら全然いいし、なんかこう、なんて言うんでしょう。例えばですけど、こう、その、ポップアップ来てくれたりとかして、なんかこう、話して、その、人対人で、こう、あ、じゃあこういうのもありますよとかっていうのって、僕、その人だから言うんですよね。だから、こういうのって、なんかこう、顔が見えるから、まあ、この人にはっていう気持ちとかってあると思うんですよ。なんかこう、古いのかな？なんか、やっぱりね、そこには違和感はどうしても感じるんですよね。その、なんつうんだろう。ね。もちろん、僕、動画撮るときに、皆さんの時間もらって見てもらってるっていう気持ちはやっぱあるので、やっぱりこう、価値のあるものにできるだけしたいですし、もう本当に頭回んなくて、ちゃんと喋られない時とか、今日はうまくいかなかったかもなっていう時もすごくあるんですけど、なるべくみんなの時間、皆さんの時間もらって、見てもらってるっていう気持ちはあるんで、なるべく価値のある内容にしようと思ってやるわけですよ。でもこれって、言っちゃえば、僕も価値があるんですよ。自分の情報整理にもなるし、調べて言うってことで、その、なんていうのかな。なんか、あるじゃないですか、そういうのって。だけど、ただ聞かれて答える。ね。まあ、別に、質問に答えたくないとか、そういうことじゃないです。伝わりますかね。その、全然、答えるのは答えるんですけど、なんか、こういうのは聞かない、なんていうのかな。うん、なんかそういうのって、こう、種類によると思うんですよね。すごく、調べるのに時間がかかることとか、その、なんていうのかな、その、頑張んないと見つかんないようなものをポコンともらおうとするだけっていうのは僕ちょっと違うかなってどうしても感じるんですよね。アンさん、今ヨシーさんがおっしゃっていること同感します。ね、これ伝わる方には伝わるかなっていうね、ものだと思うんですよね。その、例えば、何かな。例えばですけど、技術職の人にその技術のことをとかね。なんかそういうのってちょっと違うじゃないですか。でも例えば友達だったら教えてくれることでも、でもその友達だったらっていうのも甘えるんじゃなくて、でも今回こうしてくれたから俺もこういうので返そうとかね、そういうのってやっぱりなんか貸し借りとかで考えるとすごく硬くなっちゃって冷たくなっちゃうんです。まあそこまで言ってることではなくて、でもやっぱあると思うんですよ、その人にねっていう、そう皆さん
人物かね、情報は個人事業主フリーランスだと大事。そうっすね。そうなんですよね。だから、これらがこう自分らの価値みたいなところもあるんで、まあ、なるべくね、こう動画を作るときは、そういうのもあのちゃんと小出しにして、小出しっていうか、まあ、なるべくこう見ていただいている方にこう有益だと思ってもらえて、また見ようっていうふうに思ってもらえるようなものじゃなくてはいけないっていうふうに僕、すごくね、それはすごく思うんですけど、なんかこう、個人的にただ吸い取るだけだと、あなたからは何もないのかっていうことにはなっちゃいますよね。でも、なるべくこう自分からこうどん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 こう与えていきたい気持ちはあるんですよ。だけど、例えばですけど、まあ、あの非公開アカウントでいきなり聞かれてもって話じゃないですか。誰ってなるじゃないですか。でも対面して話した上だったらまた違うじゃないですか。そういうとこだと思うんです。僕はそう思うんですよね。ゆうたさん、常に毎日の動画で死ぬほど教えてもらったのではない。いや、とんでもないです。あの、本当にね、なるべく頑張ってますけど、まだまだ、本当にね、まだまだだったと思います。本当に毎日やる、1年僕続けるっていうのがちょっと目標みたいなところがあって、もうちょいで、もうちょいっていうかまだですけど、まあ1年っていうのが徐々に徐々に見えてきたので、それが終わったらちょっとペースを中2とかに落として、なるべくこう内容をもっと精査して、もっともっと、なんだろう。やりたいなっていうふうにはすごく思ってるんですよ。だから、なんていうのかな。もっとね、本当にもっと内容は、良くしていきたいと思ってます。すいませんね。よろしくお願いします。わかりました。アンさん、わかりました。日本のお店です。そう！日本のお店です。そう。日本のお店です。そう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 。日本のお店ですよ。そうです。はい。シャツに使用したマグネットに関しては絶対、あ、それね、絶対言わないですね。これ絶対言わない。特に同業者に絶対言わないです。これ本当にね、マジで超時間かかったんですよ。マジで。これはめちゃくちゃ時間かかりました。もう本当にね、見つけてみろっていう言いたいぐらいですね。本当に。こればっかりは。洗濯耐久性のあるものってないんですよ。マジで。これはね、マジで苦労しました。うん。コッシーさん、いつもコメント返していただき、いつもいろいろしていただき、いや、もう本当とんでもない、本当とんでもない、皆さんにね、言ってるわけじゃないです、本当にね、皆さんに言ってるわけじゃないですよ、本当にね、こちらがありがたい、こちらがありがたいんですよ、本当見てくれていて、コメントまでいただいていて、コメントもらえるってすげえ嬉しいんですよ、これね、いいねが2万個つくより、コメント1件ついた方が絶対、まあ、2万個もついたらちょっとやっぱ嬉しいかもしれないですけど、いいよね。コメント1件ってすごく嬉しいんですよ。だから、その動画を出した時に、一番きついのは視聴回数があってもコメントがないの結構きついんですよ。だから、本当ね、マジで、もう何でもいいからコメントして、あとかで、いや、まあ、あだとちょっと僕返しようがないですけど、なんかね、本当一言でもいいから、コメントっていうのが、本当にね、めちゃくちゃ大事なんですよ。ツイッターでいうリツイートみたいな、こう、大事さ価値みたいなね。リツイート、コメント好きみたいな価値が、YouTube のコメントだと思うんですよ。なので、もうね、コメントめちゃくちゃ大事なんですよ。だから、いつも、ね、こう、話していただいて、僕はもう話してると思ってるんで、これももう皆さんと飲んでると思ってるんで、これ皆さん飲んでないんですかね。そうすると僕が一人でテンション上がって喋ってるだけでおかしい人になっちゃうんですけど、できればね、皆さんもこう、こう飲んでもらいたいというか、ね、オンライン飲み会という、一応。名目なので、はい、でも本当小石さんありがとうございます。本当嬉しい、すごく嬉しいです。このそうこれね、ここでやり取りしてる皆さんに言ってるわけじゃないんですよ。本当にそうなんですよ。アンさん、ギブアンドテイクですね。ヨッシーさんからギブギブギブばかりです。いや、とんでもないです。そんなことないです。そんなことないです。だからここの人たちに言ってるわけじゃない。全然違います。本当ね。こういうのはもうギブギブギブでいいんですよ。だから知ってることをこう伝えたいし、こう、なんていうんですかね。知ってることプラスアルファ、僕の知ってることっていうのは本当に少ない。めちゃくちゃ少ないんで、もうこんななんで、プラスアルファどうしてもこう自分で調べたものとか、その情報がちゃんと合ってんのかとか、ここで話す価値があるのかとかって、なるべくこう裏を取りながら、こう話すんですよね。で、もしかしたら、
間違えてることもあるかもしれないんですよ。僕が見てる記事が間違えてるの可能性もあるし、その僕がその知ってることっていうことが知ってると思い込んでいて、実は少し湾曲して覚えているっていう可能性もあるので、まあ、100% っていうのは難しいんですけど、なるべく 100% に近い形で、そう見てる方にこう価値があるようにですね、本当にもうこれに関してはギブギブギブでいいんですよ。僕伝えたいっていう思いがすごい強いので、はい、いつも動画でもらってばかりです。いつかお会いできる機会があればお返ししたい。いや、ありがとうございます。ね、もう思ってもらえるだけでも僕はそれはすごく価値があることなんですよ。TTTN さん。TTTN さんという読みでいいんですかね。僕いつもね、アルファベットの読み間違えがちなんで、ちょっと TTTN さんでいいのかどうかもちょっとあれなんですけど。はい。でも、とんでもないです。本当にね、こう、思ってもらえるだけで非常に嬉しいです。ね。じゃあ、コーヒーおごってください。はい。翔太さん、仕事柄お金で知識、技術を買って、それを相手に還元して、お金を稼がれてもらってるのですごくわかります。チラッと見ただけで、それ何って聞いてくる同業者、上司には教えたくないですもん。でも、頑張ってる後輩の姿を見ると教えたくなっちゃうんですよね。そう、そうなんですよ。ね、そう、そうなんですよ。チラッと見ただけで、それ何みたいなね。いや、教えねえよ、みたいな。ね。そう、僕一回ね、なんだっけな。コールドウォールか。コールドウォールの靴染めた動画上げたんですけど、結構その詳細についてすげえ質問もらったことある。まあ、あれに関しては僕、外人から DM が死ぬほど来たんですけど、もうブロックぐらいの勢いで、もうめんどくさいな。めちゃくちゃ来たんですよ、外人から。でも、日本の方からこう、DM もらって、あれはなんかどういう染料をどんぐらいの割合で入れて、どうやって染めたんですかみたいな。動画やってんじゃんっていうのもまずはあるんですけど、どんな人なのかなってチラッと見たときにデザイナーと書いてあったんですよね。お前デザイナーちゃうんかいってちょっとやっぱりいやみたいな気持ちで、まあ無視ですよね。もうそれはちょっと僕もう答えられない。いやそれ答えるほど僕ちょっと人良くないってちょっと思っちゃうんですよね。でも例えばですよ、例えば自分がなんかこう仕事で関わってるとか、その教えた後輩とかが日々頑張って、例えば染色とかなんか僕もそんなねあれですけど、なんかこう技術をこう教えていてすごい頑張ってたら無料で教えますよ、もちろん。そこはそのなんていうんですかね、関係性じゃないですか。こいつがこんなに頑張ってるんであれば自分も答えようっていうのってあると思うんですよ。自分の知ってることを渡して成長してもらいたいっていうのもありますし、だからそういうのってやっぱり気持ちの面でもあると思うんですよね。だからこう奪う与えるみたいなのってこう難しいことだと思うんですけど、でもやっぱりこう人ですよ人によりますよね、それって。でもネットで話しといてなんですけど、わかんないじゃないですか。でもいつもこうやり取りされてる、してもらってる方々は違うんですけど、そんなやり取りしてるわけでもない人に急に言われたって、いや教えねえよってなりますね。僕はなります。いつも見させてもらってるので今後積極的にコメントします。あ、もうね、ぜひお願いします。もう10個ぐらいいきなりバンバンバン、もうなんか呪われてるみたいにこうなるようなコメントでも全然いいです。なんか、まあ、1コメントで1文字ずつとかだと、おはようとかだとちょっとなんかね、僕も同じ返し方になっちゃうんで、ちょっとね、戸惑いは出ますけれども、もうね、バッチバチにコメントもらえると本当に嬉しいので、積極的にぜひですね、コメントをください。ぜひ、あれがね、もうマジの、生きがいとやりがい、生きがいって言うともう、僕これで生きてるみたいですけど、もうこれの収入で生きれることは全然ないので、マジでお小遣いみたいな感じなんで、まあ弱小ですから。でも、積極的にコメントは欲しい。とっても欲しい。めちゃくちゃ欲しい。あ、すごい欲しいです。はい。MS さん。友人という関係性も暗黙で、互いに提供する価値と提供される価値が等価の場合に成立しますよね。あ、すごくね、これ、短いですけど、深いですね。そうっすよね。多分、MS さん、いろんな経験されてきてると思うんですよ。すごくね、この、本当一文でいろいろ経験してるんだろうなっていうのがすごくね伝わりますね。やっぱりそうは思いたくないけれど少しは考えてしまうなっていうことってあるっすよね。
まあ、単純に話で楽しければ友達で全然いいんですよ。全然そこはいいんですよ。だけど、ある、その、専門領域っていうか、その、なんかこう、こういうのを求められるとどうしてもみたいなところって、どうしてもね。まあでも関係性にもよるんですけど、うん、ありますよね、そういうのって。富士さん、いつも勉強させてもらってありがたい。とんでもないです。本当に。僕程度で勉強にはそんなにならないと思うんですけど、お互いにやっぱり、その好きなこととか、その知ってることとかっていうのをなんかこう分け合うというか、その洋服すごい好きで僕もやってるので、なんかこういうのあるよとかで、やっぱ今もね、本当マジでナイキの靴僕知らなかったし、マジでもう無知の極みみたいなところあるんで、次は何飲まれますか。いやマジでね、僕もうガチガチに酒弱いんですよ、これね。家だから大丈夫なんですけど、僕これ外で飲んでたら寝るっすよ、マジで。本当ね、皆さんが思ってる以上に僕はお酒が飲めないですし、まずはその飲み屋の環境が苦手なんです。でも飲み屋のご飯が好きっていう、すごくね、めんどくさい人間なんですよ。タバコ無理ですし、うるさいのも苦手だし、で、なんだろうな、その、狭いとかも無理なんですよ。で、その、閉所恐怖症とかじゃないんですけど、その、なんていうんですか、なんていうの、もつ焼き屋みたいな、もつ焼きは好きなんですよ。その、なんていうのか、狭い、すごい。椅子低い狭いみたいなのがあるじゃない。隣の人となんか、こう、キュッ、キュッってこうなってる。ガード下みたいな。ああいうのってね、ああいう風情があるとは感じるんですけど、すごく苦手なんですよ。だから、ちょっとね、質問に答えてないですよ。すいません。とりあえず、これ。アンさん、ギブされすぎてメモリー残量が足りないので、自宅自粛をうまく活用して容量をかけます。ね。メモリー残量が足りない。メモリー残量足りないですか。いや、もうね、それでもギブさせてもらいます。もう本当、いつも見ていただいている方とかコメントをくれている方々は本当に僕にとって本当にそのなんていうんですか、大事で、めちゃくちゃ大事なんですよ。本当に大事で、価値を僕自身はすごく感じているので、皆さんにとって多分たくさんね、いろんな方見てくれてる一人だと思うんですよ、僕ってね。だけど、僕にとってはもう本当皆さんのオンリーワンなんですよ。だからその替えが効かない存在ですから、だから本当に僕としては大事だし、こういう、この程度の知識ですが、まだもっとね、いろいろ調べて、まあ、これは面白いかもしれないと思ったことをなるべくこうシェアしてですね、面白いと思ってもらえるように、本当にしていきたいと思ってます。八重樫史郎さん、いつも見させていただいています。ありがとうございます。八重樫さん、珍しいですよね。本名なんでしょうね。まあ、高校生の時の友達に八重樫くんって言いました。テニス部の八重樫くんっていう人がね、いましたね。ありがとうございます。なんかトップがアーティストっぽいですね。アーティストなんですかね。アーティストの方ですか。ありがとうございます。アンさん、洋服を購入するときは店頭で店員さんとお話をたくさんして、服の特徴を知ってから買うと、そのアイテムをとても愛しますよね。あ、そう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 。そう、そうですよね。うん。まあ、店員さんとなるべくこうコミュニケーション取って、やっぱ、まあ、ものによっては、やっぱり、ね、そんなに安くない買い物になるじゃないですか。だから、やっぱりある程度こうコミュニケーションを取って、その納得して買うっていうことって大事だと思うんですよ。で、よく行くお店っていうのができてくると、多分向こうもこちらの好みっていうのを分かってくれて、じゃああれ持ってるからこれに合うんじゃないのとか、なんかこうそういうちょっと独特の提案してくれたりとかね、するじゃないですか。だからそういうのもね、やっぱりありがたいですよね。あれはこういうサイズ感だからこれにはこう合うんじゃないですかとか、覚えててくれる人っているじゃないですか。だからそうなるとやっぱりそこで買おうかなっていう気持ちにもなりますし、いいですよね。うん、関係性としてとっても素敵なことだと思います。アンさん、ファブリーズいいですよ。除霊効果がありますのでぜひ。え、マジっすか。え、除霊？いや、僕呪われてますかね。あ、僕ね、全然関係ない話なんですけど、11人霊がついてるって言われたことあるんですよ。この、全然関係ない話題なんですけど、除霊っていうワードが出たんで、僕フォーチューンテラーっていう方にね、
昔、すっごい昔ですけど、一回見てもらったことがあって、あの、友達つながりでそういう人がいたんですよね。で、その時にですね、見てあげるよ、みたいな。いやいや、いいいい、そういうの信じてないから、みたいな感じで、いいよ、別に俺お金払わないよ、みたいな感じで、いいからいいからって感じで見てもらったんですよ。その時に、よしくん、11人霊がついてるって言われて、え？ってなったんですよ。で、あの、いや、ちょっと何言ってるかちょっとわかんない。11人ついてるっていうの何？俺に霊が11人ついてんの？ってなって、そうって言われたんですよね。で、その時に聞いたのが、霊媒体質だっていうことを聞いたんですよ。霊媒体質っていうワード自体僕は初めて聞いたんですけど、まあどういうことかっていうとですね、まあなんか磁石みたいな感じらしいんですよね。だからなんかこう、連れてきちゃうらしいんですよ。で、ダメじゃないですか。なんか、連れてきちゃうね、もう、問題ありますよね。で、え、ダメじゃんっていう話をしたんですけど、なんか、いいとかダメとかじゃなくて、なんかそういう性質ならしいんですよ。で、それっていうのが、まあ一概にダメとは言えないというか、すごい前向きに考えると、人がいいから安心してついてきちゃうんだねってことを言われたんですけど、全然嬉しくないわけですよ。11人ね、ここにこうついてて、ついてるよって言われてみてくださいよ。あの、え、サッカーみたいなね、イレブンですよ。もう、だから、それがすごくね、印象的でしたね。なんか、それで、なんかね、一人、背中にこう、バンってこう、張り付いてる、あの、ちっちゃい女の子がいるって言われて、僕結構、やばいなって思いましたもんね、その時は。はい。なんか、で、結局なんか、なんだっけな、人型の紙みたいなのにこう、ちょっと映して、それを燃やすっていう、なんかね、ちょっとよくわかんないけど、どうとか言われて、まあ、なんか、軽くなった気がするっていうのがね、10年くらい前ですかね。なんかありましたね。すいません、ね、変な話しちゃった。アンさん。スイッチ読みましたか？え、読んでない。面白いですか？今回のスイッチ。最近ね、雑誌を全然チェックしてないですね。ダメだな。ちゃんと、スイッチチェックしますね。え、なんで？なんで？なんか載ってます？スイッチ面白いですか？ちょっと見よう。あと、わかりました。見ます、ね、スイッチ。TTTN さん、矯正痛いと思いますけど、綺麗な歯が待ってるので頑張ってください。僕も3年前まで矯正してました。え、そうなんですか。めちゃくちゃ痛いですね。今ね、ちょっとしか入ってないんですよ。こっち側に見えないですね。ちょっとあんまりこう、歯並びが悪いんで、こうやるのもちょっとね、失礼かもしれないんですけど、今、この下の皮に、ゴムが入っています。ゴムと、装置、なんだっけ、ブラケットが、もうポンポンポンって入ってて、それをこう今はゴムでちょっとずつ位置ずらしてるんですよ。で、次に上の方に金属のやつをこうガッとこう入れるやつを来月かなやるみたいなんですよね。本当に僕今一部しか入ってないんですけど、これね、食事もしにくいし結構痛いですし大変なんですよね。結構くじけかけてるところなんですが、このTTTN さん、3年前まで矯正されていたということで、本当にね、序盤からこれでは思いやられるなっていう感じですけど、ちょっとね、僕も頑張って、むちゃくちゃな歯並びしてるんで、ちょっと綺麗に、歯並び直したいので、ちょっと頑張ります。ありがとうございます。本当、言っていただけると、本当に励みになります。結構、ね、心折れそうになりますね。ごめんなさい。接客がうまい店員さんから買った服は価値が増倍されるような個人的な意見ですが、かっこいいですよねという主観的なことより、服のバックボーンを話してくれた方が欲しくなるような。なるほど。ね。こう思ってくれるといいですよね。例えば僕がこの記事はとか、なんかね、こういう、なんかこう、例えばこの記事はですね、とか、太陽遮蔽効果があって、とか、なんかセルロースがこう練り込まれていて、こうなんですとかって言った時に、はい。ってなる人も結構いると思うんですよ。だけど、こう、スペックを分かってくれる人にやっぱ、つながりますよね。うん。繋がるから、すごくね、こう思ってくれるとすごくいいと思います。うん。かっこいいってね。いや、お前の感覚だろうみたいな。で、なぜそう思うのかですよね。だから、こう、こうで、こうだから、すごく合ってますよね。ぐらいはやっぱ、ね、ちょっと言ってほしい。気分をこうね、バチッとこう上げてほしい。富士富士さん。11の例、ヨシイレブン、スタンドみたいです。スタンドですよ。もうね、僕はもう亡霊を11人操る
亡霊11人って結構あのボス手前ぐらいのねスペックっぽくないですか。ボスではないですよね。ボスって大体時間系なんで、ボス手前エンヤバーぐらいの感じ、エンヤバーババーではない、エンヤ G ぐらいの感じですよね。でもちょっとエンヤっぽい感じで、こうちょっと11人こうちょっとね、それぞれ特徴のある11人の例をちょっと11扱っていきたい。お姉さん11人もついてたら逆に怖くないです。あ、そうそうなんですよ、そこなんですよ。例えばね、これが1人ついています、関ヶ原で亡くなった落ち武者ですとか言われたら、めちゃくちゃ怖いじゃないですか。え、落ち武者みたいな。武者落ちてんのみたいな感じするじゃないですか。まあ、ここ行っちゃってる感じみたいな感じになるじゃないですか。そうなるとね、一人やと、例えばね、一人暮らしの人って、多分伝わると思うんですけど、一人、僕一人につき一人だと、ちょっと怖いっすよ。ね。一人、ちょっと怖いんですけど、11人だともうなんか、ちょっともう、え、面白いみたいな感じしますよね。ちょっとね、なんか一人ぐらい明るいやついるでしょみたいなね。なんかこう、みんなネガティブではないでしょみたいな感じなんですよ。なんかこう、なんか、と連れてきちゃうっていう性質が、なんかね、僕が明るいかららしいんですよね。なんかこう、明るいっていうか、なんかこう、楽天的だから、なんか、まあ、こいつ楽しいのかなみたいな感じで、こう、なんかこう、ふってこう、ついてきちゃうらしいんですよね。すっげえ迷惑。迷惑ですよ、僕は。迷惑ですけど、だけど、例えば11人ついてたら、時間があるときにでも、何かね、やり残したことを一個一個やってって やりたいですよね。どこどこにこれをお供えしてくれとか、俺の代わりにこれをやってくれみたいなのがあれば、なんかそいつら分ぐらいやってやりたいじゃないですか。なんかせっかくいるんだからね。もう、ファミリーですよ。ほぼファミリーですから、なんかこう、やり残したことがあったらね、ちょっと言ってっていうところがね、ありますよね。なんかできる範囲でやってあげたいですよね。翔太さん、定価で買ったアイテムをセールの時期にもう一度進められて少し。これは、悲しいですね。これは悲しい。覚えてないってことだし、これ、いいですよ。30% オフですよ、とかね、言われちゃうわけですよ。これは、ちょっと切ないな。これ、あんまりもう行きたくなくなりますよね。でも、まあ、悪気はないんでしょうけどね。アンさん、ビッグ特集です。あ、マジで？へー、顔、買います。スイッチ、買います。明日買います。へー、ありがとうございます。見たい。今期ね、20SSR、リック、抜群にかっこいいっすね。後でね、紹介しますから、僕のお友達っていうか、リックを。翔太さん、アンさん情報ありがとうございます。ポチります。あ、ポチるんだ。へぇー、でもリック特集50ページってやばいっすね。見たいっすね。もうちょっとそれ保存版ですね。こじこじさん、ヨッシーさんきっかけでテックファッションに興味を持ちました。クレジット内が順調に狂える。あ、ありがとうございます。よかった、こじこじさん。よかった、ハマりましたか。沼へ。沼へようこそ。ようこそですよ。で、このテックファッションっていうのは、本当に、ジャンルってね、なんか、あんまりこう、カチッとしたくないんですけど、例えば音楽でも僕、細かいジャンルって割とどうでもいいと思ってるんですけど、ジャンル、でもまあ、なんとなくジャンルってあるじゃないですか。でも、機能を追求した服、テックファッションだと思ってるんですよ。なんかこう、サイバーパンクみたいな、そのコスプレみたいなのがテックファッションって言われちゃうと、僕ちょっと違うとは思ってるので、あそこと僕が言ってるのってちょっと違うとは思うんですけど、まあ、でも、ハマってですね。黒色にクローゼットがちゃくちゃ薄くなっていると。これね、もっと悪化すると、もうどれがどれだか分かんなくなるんですよ。あとは、黒の中での目が良くなるんですよ。質感で、はい、これ、あれ、みたいな。例えば、はい、これはパーテックスとかね。これドライスキンとか、ゴアテックス。ゴアテックスプロとか、なんかこう、もう横から見た生地の同じ黒でも黒のグラデーションっていうのが見えるようになってきたら、末期。末期です。おやさん、多分パリピの例なのでテキーラで除霊できるのでは。あ、マジですか。テキーラね。テキーラ、僕、昔、本当にね、クラブにもう毎日のように行っていた時にですね、まあ、つながりを持って、まあ、ただ無料で入れてもらってたりとかしてたんですけど、その時に、なんかこう、テキーラとかね、飲むみたいな風習ってね、あるじゃないですか。もう、あれはもう、伝統ですよね。トラディショナルだと思うんですよ。テキーラウェイってなるじゃないですか。僕、あれがちょっと僕正解が分かんなくて。なんか、みんなテキーラ飲むときってこう、若干テンションが上がるんですよ。あれが僕、当時から気持ち悪いと思っていて。なんですかね、
テキーラ、テキーラいっちゃう、テキーラ、ってこう一人一人配れて、おー、じゃあいっちゃうってこう飲むじゃないですか。飲んだ後ってなりません？ここ嫌なんですよ。これ何って思うんですよね。あれだから、あれがあの未来が見えてるのに、なんでウェーイってなれるのかが僕ちょっと分かんないんですよ。飲んだ後あのみたいな空間間が待ってるのに、うわ、テキーラいっちゃうっていうあのテンションに持っていけるのが僕は立派だなと思っています。うん、ん？あ、もう11時なんだ。え、やばいっすね。もう2時間ぐらい話してたんですね。ちょっと長くなっちゃったんで、だいたいお店でもね、あの2時間制とかじゃないですか。だからまあこれくらいにしたいと思います。本当にあの長い間、あの途中参加の方ももちろんいらっしゃったと思うんですけど、長い間ありがとうございました。ちょっとなんか序盤ね、あのノイズまみれで本当に聞き苦しい思いをさせてしまったんですけれども、あの自分的には非常に楽しくオンライン飲み会やれました。2回目だったんですけど、まあ外出がね自粛になっていて、まあなかなかこう外に出れないので、まあ、こういう機会だからむしろやってみようかなと思って2回目開催してみました。皆さんどうですかね。なんかあのこうしてほしいみたいなことがあったらもちろん言ってほしいですし、なんかこうなんだろう、あのね、今回ね、前回の教訓を生かして僕は今回おつまみを食べないっていう方法にしたらやっぱり喋りやすい、やっぱり喋りやすいんですよ。だからまあまあちょっとねこう改善しながら、皆さんもぜひですね、手元にこう飲み物を飲んでですね、飲み物を置いてプシッとこうやりながら見てほしいと思ってます。多分そんぐらいの内容なんで、あんまりこう真剣に聞くようなもんじゃないので、まあ、流し聞きぐらいでちょうどいいと思いますんで。アンさん、大会松台商店でした。確実に売ってますよ。あそこは素晴らしいですね。ファッションの雑誌。あ、ね。行きまーす。あ、ありがとうございました。MF さん、ありがとうございました。TTTN さん、ありがとうございました。あ、よかった。コッシーさん、ありがとうございます。最高。いやいや、もうほんと、とんでもないです。ありがとうございます。八重樫さん、ありがとうございます。ね、気になる。本名ですかね。やっぱこのアーティストの方なんですかね、こう。ね。村生さん楽しかったです。ありがとうございます。おねおさん、ありがとうございます。またやって、あ、ね、そう言ってもらえると非常にありがたいですね。本当に何喋るかをほとんど決めずにやってますんで。はい。次はツイッターなのでもうちょい予告します。あ、すいません。そうか、ツイッターでも言った方がいいわ。なんかね、あの、YouTube のツイッターみたいなものがあるってこの前聞いて、それだけでやってました。ちょっとね、ツイッター、なんか恥ずかしいの。まあ、もういいか、もう、ツイッターでも言いますね。はい。ピーチーさん、ありがとうございました。富士富士さん、ありがとうございました。なんかね、かわいい絵文字ですね。あ、見えと、ありがとう。あ、ごめん、なんか名前出したね。ごめん、ごめん。ひらの、ありがとう。ごめん、ほんとごめん。アダージョさん、ありがとうございます。八重樫さん、あ、ただの偽名です。あ、よかった、よかったとかじゃない。まあ、もう晒してますもんね。あ、偽名、すみませんね。なんか、あの、ずっと疑問持ってて。ごめんなさい。ありがとうございます。岩永さん、初めて会話もできた。あ、もう、会話ですよ。これ、僕の中だとこれ会話だと思ってるんで。でもね、これ、ちょっとだけ欠点があって、こういうところですごいやりとりさせてもらうじゃないですか。僕的にすごい嬉しいんですよ。めちゃくちゃ嬉しいんですけど、この前のね、ポップアップとか、あの、展示会とかやった時に、いざ皆さんと僕もうようやく会えると、めちゃくちゃ楽しみってなってるんですけど、その、皆さんの顔とこの名前が全然一致しないんですよ。だからその、わからないんですよね。これ本当に寂しい。すげえ、まあ、寂しいですよね。パイオツ名前よ。名前やばいな。パイオツもみもみ丸さん。初見です。あ、はじめまして。ヘルベシカというブランドやってます。ヨッシーです。よろしくお願いします。名前がね、パンチ力すごいっすね。もうぜひ、これからもよろしくお願いします。変な意味じゃないです。よろしくお願いします。じゃあ、そろそろ。切らせていただきます。どうもありがとうございました。配信を終了します。